スです今回はですね、あのー、ちょっとこれひでえなと思ったことをね、ちょっと話していきます。あのー、これオーバーマツの公式の LINE なんですけど、なぜか知んないでこっちの方全然こう、ね、何もしてくんなくて、で、ツイッターの方にちゃんと行くと、なんかなってるんですよね。だから新しく追加されてましただの、なんかいろいろと言われてて、オーバーマス放送局だったら、昨日こう、これのことで追加されましたよね。 で、それのことにちょ,ちょっと喋っていきたいと思います。はい。で、あの、今回何が追加されてたかっていうと、こっち見ればわかるんですけど、あのー、まあガチャがね、えっ、ー、と、この子たちのガチャ、まあこんなこの粘い目溢れるものが追加されたら、あのこの後ろにいるね、王妃ですね、えー、オーバーロードのアインズ様のどっちが、えぇ、ー、君の方にふさわしいかっていう、どちらが、 えーまあ、姫君にふさわしいかというね、こう勝負をするという展開になると思うんですけど、その展開でこのガチャを引いた方がいいか悪いかっつったら、まあ多分キャラクター的には弱くなるのかなっていう。だからシャルティア・ブラッドホールンが単体キャラクターとして使われるし、アルベの場合は多分単体は入ると思うけど、その単体もそこまで強くなくて、で、有名なんちゃらこんちゃらみたいなやつ使うと思うんだけど、まあそれでちょっとア、まあ、インズ様に近くなってくるキャラクターになるのかなっていうのが僕の予想です。でそしてナズリックサイの方なんですけど、まああのーね、 キャラが新しく出るということではい、えー、ナザレクサイ限定、えー、純血の、えー、重装騎士、アルベロが追加されるらしいです。で、前のね、カエル・デミタンとメ、ね、マールとアウラが追加さ、追加というか、もともといたキャラクターですよね。<laughs> まあこんな感じで、多分アルベロはタンクキャラクターとしてね、これ、現れると思うんですよ。で、このね、ね鎧は3つぐらいこうね、 ちとこうボディガードされてるというね、設定なんですけど、あの、本当にね、これ別にアルベロいらないなと思ってて、あのー、どうせ、剣でね、パッパカパッパカやるだけのキャラクターだし、タンクだしっていう、タンクのキャラクターって今まで出てきた中でね、弱いキャラクターっていう手がすごいついちゃってて、まあ、その一撃がすごいアウロ並みにバゲモンだったら別にいいんだけど、タンクっつったら、あれだよね、タンクっつったら、まあ、ムスケとか、あのー、セバスチャンとか、そこら辺が多分タンクキャラクターだと思うんだけど、<laughs> アルベロはそこからどうなっていくのかっていうのが分かんないんだけど今までの戦闘の中で第1期の時のこのねどんどん重走の騎士の時のアルベロの戦闘方法だとまあこうめちゃくちゃ素早いみたいなまあ今までのアルベロの感じをこうこうしてるなっていう感じだったんで多分タンクにはなるんじゃないかっていうやつとあとスピード型みたいなだからこうね自分のやつをこう上昇させて っていう戦い方になってくるんじゃないかっていうことだからタンク型っていうまあある意味ちょっとねあのー、オーバーロードの一機の方にちょっとかけ離れたそういうやり方をするんじゃないかっていうことですかねだからこのなぞりクサいと引かない方がいいと思いますはい普通に欲しい人は引,引けばいいんですけど僕はねコントロイの異物で普通にもうご満足ですもういらないですゴミですはいそんだけですねだから6月のやつは絶対引かない方がいいと思いますはい 僕からの予想は、とにかく強くなりたいっていう、強くなりたい、強くなりたいって思ってる人たちは、えー、こんなとこにね、石をね、省いてる暇はなくていいです。はい。でどうせなんか、また新しいね、三章とか追加されるから、どうせ合計で、そのね、えー、ハードモードとストーリー普通のモード使って、どうせ1000ぐらい、2000かな。 1500ぐらい手に入ると思うんで、しかもなんか新しいね、大き妃なやつが追加されてっつって、どんどんだから今僕4000なんですけど、たぶ、えー、前の、まあ、7000ぐらいに戻ってくんじゃないかみたいな感じのね、やつが自分の中で勝手に頭の中で持ってるんで、もしかして、なリックさいの次のナザリック祭で出てくるのが、もしかしたら、えー、っと、えー、っと、あの、なんだっけ、あの、剣士キャラクター、なんだっけ、あいつ、えー、っと、カジット・バランデールと一緒にいた、なんだっけ、あれ、えー 考える分だけちょっとだんだん座れていくんだよな。なんだっけ、ちょっと待って。えー、っとね、今ね、現実の方で漫画をね、ちょっと今遊ってる。なんだっけ。えー、っとね、カジュとバラテールじゃなくて、えー、っと、シャルディア・ブラッドホールンじゃなくて、えー、っと、なんだっけ、イコザシルメンバーじゃなくて、えー、っとんー、んー、なんだっけなー、えー、あーそう、クレマンティーヌ様だ。そう,そう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 、クレマンティーヌ。クレマンティーヌ様の、 えーまあ多分次の謎でさいく、次の次かな、そのぐらいにあの夢の、えーえー、クレマンティーン様が追加されると思うんで、それも実装も楽しみな人は多分そっちの方に行った方がいい。でも夢のクレマンティーン様も多分回復キャラクターとして出てくるだけなんで、多分アニスとかそこらが出てきてくれればいいんだけど、 うんその可能性も低いし、まあ今回のなぞりくさいは引く必要はないと思います。まあある意味新しいキャラクターがバンバン出てる中で、やっぱカエル・デミタンもうん、微妙みたいな。やっぱ MP 消費が激しすぎるっていうところが疑問視されていて。だからこう、カエル・デミタンは、やっぱね、ちょっとなーみたいな感じがあったんで、たぶあれでも、アルベドも、あちょっとなーみたいな、もう聞かなきゃよかったみたいな展開があると思うんでえ、引く必要は一切ないと思います。はい、あのー、言います、一切ない。 化け物でも何でもねえからこんなの。はい。ということで、え今回動画終わりましたす、えー。絶対に引くなよ。絶対引かないでください。